イリちゃん、お疲れ様です。久しぶりだね。お久しぶりです。ゲーム分かりしたんだ。あ、そうです。はい。あ、本当。はい。だいぶやったでしょ。でも戻ってきてから、うん、ジムから戻ってきてからもうすぐ1年ぐらいです。なるよね。はい、結構噂は聞いてるよ。え、何の噂ですか。頑張ってるって変わる。あ、ありがとうございます。ちょっとクレームはちょっとちょこちょこ起こしてたけど、最近はまだいいらしいね。まあそうですね。だいぶ自信持ちでいいや。まあそうですね。はい。今日はね、誰の現場ですか。今日は。さすらいの変態仮面さんですよ、うん、お騒がせ道場です。お前そんな前ちょっと考えてたの今日、まあ、今日来るってことで、また久しぶりだな。今日から新人が入ってほしいじゃん。あ、そうですね、うん、いや私も初めてお会いしました。聞いてる、いや話知らなかったか。はい、自己紹介ちょっとお願いします。まさかの女子だもんな。何歳だ。19。マジか、すごい。そう、アメリカ道場の YouTube 見て、はい、もともと塗装やったことあるの。あ、広島です。そうだよな、これもペンキついてるもんな。何年やってたの。いや、まだ何年とで数ヶ月ぐらい。ずっと、もうやめちゃったの。やめました。何年やめた。ちょっとそれは家庭の事情があって。ああ、そういうことな。別に会社が欲しいとかじゃなくて、はい、塗装楽しいなみたいな。リーちゃんも一回現場で塗ったことあるよな。そうですね、塗ったことあります。動画でも塗ったことあるし、うん、動画以外でも塗りに行ったことありますね、うん、2ぐらいまで。うん、めっちゃ緊張しちゃうよ。頑張らんつの。はい、しかも今日だろ、たまたまだもんな。俺何も知らなかったもん。リーちゃんの現場撮ろうってね。はい、やるでしょ、これ行こうぜって言ったんですよ。俺も狙ったわけですよ。は、狙ったわけですね。あ、来るのちょうどいいや、今日から来るかって言って。あ、ほんと。撮影来るとしとったんだじゃん。そう、でも撮られるぞって覚悟しとったんだ。ちょっと待って。あ、ほんと大丈夫か、出ちゃった。まあ一応大丈夫です。恥ずかしがりだな、めっちゃ。まあ19だもんな。19ですね。恥ずかしい、はい、今いっぱいいっぱい。もう文字文字しちゃう。かわいいなぁ。どこに住むのね。名古屋市の中川区、うん、何歳どこ住むの。会社の近く。いや、違います。もともとそこ住んだ。広島から来たんじゃないの。広島から来て、その名古屋に友達がいて、うん、そこに、あ、居候みたいな感じで、うん、あ、シェアみたいな人だ。3人ですね。俺もそこに泊めてくれない。泊めてくれ。19歳の女子の。いや、お金は家賃は全部俺が出すから。そうお小遣いも全部、お小遣いも毎月あげれば。条件めちゃくちゃですね。毎日おやつ買い放題。あだ名にしよう。あだ名、ラブちゃんにしようか。ラブちゃんはラブちゃん、これもうずっと言ってるよ、ラブちゃんって。たまたまリリちゃんって言ったのが、ずっとリリちゃんに言っちゃうもんな。そうです。いい、もうめちゃくちゃ有名でも、ラブっていいよね。かわいい。結構いいんじゃない。ありがとうございます、うん、ラブちゃん。デリカイ道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。まだ若いしな、うん、あとその時の修行世界だよな。30秒までできるなんて独立しな。向井道場の仕事やらしてくださいみたいな。そんな別に全然応援してくれな。僕はまた管理でやりやがる。はい、管理でやりやがる。もう動画も交わしてもいいじゃん。リリちゃんね、リリちゃんは知ってるでしょ。ありがとうございます。リリチャンネルを見てる。それは見てないですけど。見てない。見てないんかいって。面白くないんで。その壁塗ってる動画と、え、なんか足場班で、はい、泣かされてる動画。ああ、マジっすか。ありがとうございます。結構古い動画まで。結構古い動画、昔からずっと見とったの。その塗装の仕事を広島に始めて、うん、そう、おすすめって言われて、そこから家帰ってずっと見てました。あ、マジで。社長めちゃくちゃかっこいいな。あの、ゼンダのやつ。そこかよ。なんかミッチーさんって。あんたも好きやね。僕も好きだよね。ゼンダが一番テンション上がったんだ。いや、おもろかった。面白い。プロに入ってくるやつないの。いや、あの、ゼンダで寝るみたいな寝室。なんかミッチーさんが。あいつか、24時間。ああ、24時間俺んち。あれ、伊藤と隠れたんですね。社長時に24時間バレずに住めるかっていうドッキリですね。そうです。はい、ありがとうございます。そうです。パツアイドラ X ビデオですね。ボイユメイキキの社長です。
嫌な音、嫌な言い方するじゃん。可愛らしくない？可愛い。ラブちゃん。違ってもしもししな。じいちゃん昔はこうだったな。いやそうですね。大昔ですね。じいちゃんってもう何年だ？じゃあ一番最初本当にゼロの時からやっとったもんね。そうですね。本当にまだ登録者数3桁とかの時でした、ね。やっとったよな。あれだもう何年？ 3年ぐらい前ですかね。そう考えたら大人だったよな。いやそうです、ね。今何歳？今27歳です。27だもんな。はい、4の時はもんな。そうです。もっとな。ミオは？私21歳です。リコッシャだ。こういう大人的な高さ。こういう大人的な手に職をつけなさい。ショー君の感じ。ショー君。ショー君。ちなみに、誰が一番好きなの？竹ひろ君。お前そこはお前手だけしないじゃん。お前めちゃくちゃか。だけど、ほんまになんか、うん、働きたいってなったら。あ、でもらしいね。手だけのところで働きたいって言って連絡してたでしょ。そのやつはみんな通してって一応ジムには行ったんです。ああ、そのやつは。で何人か喋ってるけど。喋ってるけど、結構1回目は電話出るんですよ。うん、2回目電話したときもう出ないんですよ。ああ、厳しいこと最初に言って。そう、最初に。まあ、甘えて、動画で出てる手上げしてる知らんもんで。うん、そう。だって、実際は違うよって。厳しいよ。それなりの覚悟は必要だよって。と地方から来る場合は。嫌になってもやめねえもんで。すぐ帰れんもんで。それだけの覚悟があるなら、こやーって。そう言ってたんだ。言ってで結局来ないですね。思いついたら多分ラブちゃんが来たんだ。ラブちゃん。ラブちゃん。まあそれでもいいやと思って。なんでその3人は何なの？なんでそのみんなでしたの？自分以外の2人はもう普通の名古屋人。その24歳、23歳で自分なんですけど、23歳と自分がもともと知り合いで、で連絡取ってみたいな。で住んでいいってなって、いいよ。だって言ったら住んでいいって言ったの。ハハ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 だからでもう仕事実際やったの？一回やってみたの？いや、いや、今日からです。ちょっと見てみようか。じゃあね。あ、そうです。あ、なんで？まだ見られ撮られるやなの？そこのシーンはちょっとまだ。ダメダメダメ。そこがお前が成長するラブの成長。成長日記。成長記録。ラブ成長記録。なんか恥ずかしい。はい、何ヶ月だ？3、4ヶ月だとまあまあやっとだろ。いや、けど全然ですよ。全然。よかったら言うから。アイスクリームでついちゃう。アイスクリームで食べるからね、いっぱい。それでいいよって言ったらめちゃくちゃ可愛いね。リリちゃんがつらそう。いいですよ。アイス食べたい。あ、カンタ、竹ひろが、あ、イケメン。で、次は次、ゆうきさん。ああ、そこ行く。ショーは？次はショーさん。なんでお前次、なんかショーだけは優しさみたいな。次にショーさんでいいっすわ。感じの。なんで、オカメは？あー、なんか優しそうなんですけど。ちょっとタイプじゃん。顔がいや、なんか。次に顔に合わないじゃないですか、優しさが。顔に合わない？お前それは俺に来たぞ。顔にあの優しさに合わないってめちゃくちゃ言ったんだな。おいわラブちゃんめちゃくちゃ悪口だぞ。そうか、ちょっと顔がいかついからじゃん。ちょっといかついしな。あー、坊主したしな。これとなんで動画いいの？雨とムチの使い方ができる。雨とムチ、お前ド M 女だから。雨とムチで本が書きそうだ。アメとムチとラブ。どんなタイトル？なんか18禁そうですね。あ、でも優しそうっていうか、まあ、だけど仕事はきちっと教えてくれるかなみたいな。
あ、それはすごい大事だな、うん、仕事結構厳しいね、怒ったりはしんけどな。まずないですね。頑張ってな、はい、1年、1年は辛抱して、大人がついてったら、なんか見えてくるものもあるでね。まあ、1年だとあるか。まあ、1年には辛抱してやるとな、もう最初は嫌なことばっかりあるよ、なんか。俺もだって16は職人やってるもんで、みんな通り越しとるんですよ、それは。ほんと我慢の連続だよ、最初。はい。じゃあ、まあ、これからまたラブちゃんが、19歳ラブちゃんの成長が楽しみですね。はい、だと想像が増えるかもしれんね。あの、D チャンネル方も追いかけるのかな、このラブちゃんを。追いかけますか。ね。リリーチャンネル結構動画撮ったの最近。いや、撮ってないです。なんで。いや、もうなんかなんでなんで。いや、もうなんかちょっともういいやみたいな感じ。いや、なんか正直なんで、もうめんどくせえな。めんどくさいっていうか、うん、こんなに自分をさらけ出す必要あるんかなって本当なんか、あ、本当なんでこんな、なんかちょっと恥ずかしい、なんでこんなこと喋ってるんだろうって最近思うんです。会社員の日常は、あ、かぶってます、テラピスト。すいませんけど、すいませんけど、めちゃくちゃかぶってましたね。閉店が来るかもしれないらしいんで、はい、今のところはまだ公開してもね。公開しますね。公開して、はい、ぜひまた見に行ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。なりかえ道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。また見てる。ラブちゃん。